ミニは現在ラインアップの刷新を図っているが、高性能オープンモデル、クーパー S コンバーチブル改良新型のプロトタイプをカメラが捉えた。ミルで捉えた最新プロトタイプは、これまで厳重に隠されていたフロントバンパー部分が露出していた。カバーの下には拡大されたグリル、新設計されたバンパー、エアスプリッター付きコーナーやインテークが備わる。リアエンドではバックフォグが排気口上部へ移動され、サイドマーカーが新形状に。またディフューザーとセンターマウントのデュアルエキゾーストパイプが組み込まれたスポーティなバンパーを確認することができる。ミニクーパー S コンバーチブル改良新型プロトタイプ。スクープ写真。キャビン内はミニ JCWGP や EV のミニ SE で導入されたデジタルユニットで、ダッシュボードがアップグレードされる。パワートレインは 2.0 リットル直列4気筒ターボチャージャーエンジンをキャリーオーバー。最高出力192ピコセカンド、最大トルク 280nm を発揮する。標準の6速 MT、 オプションの7速 DCT を組み合わせ、0-100kmh 加速7秒未満のパフォーマンスを発揮する。クーパー S コンバーチブル改良新型のデビューは最速で2020年内、あるいは2021年初めと予想されている。新型車を最速スクープ、スパイダー7をチェック。